ナマンダ仏、ブツナ仏、ンダブ仏、仏地疑惑の罪により、ヘマンケン事に止まるなり、疑惑の罪の深きゆえ、年祭行使を振ると説く、ダブツ仏、マンダ仏。ツ今日は肖像松輪さん第63首についてお話をさせていただきます。でここはですね、会議さん第4首ということになります。 でえー、また同じ話するかと思われるかもしれませんがここは、えーえー、会議さんの第4週ではあるけれども、えー、61週目があこ,うこの会議さんの第2週ということでここ挿入されましたんで2つ目に挿入されましたんで一つずつこうずれていってるよっていうような話であります。でそれについてはもう しゃべってるやないかということになるわけだけれどもしかしそれによってですねやっぱり一つ挿入されたことによってやっぱりこう例えばここで初めて会議さんの中で「けまん」ケマンと「けまんがい」「けまん」という言葉がここで初めて出る予定やったのが、えー、61種が挿入されてそこで「えー、こう返事けまん」という形で。 ケマン先にも出てるということでありましてちょっと当初の目論み、えー、の当初の目論みからそんな形で挿入されたことによって、えー、この五和んで最初に「煙貝」出すつもりやったのが、えー、こう先に「ンという言葉が出てきていると。で、えー、そういうことなんかとそれともう一つはですねそこではですね第61週では「 ヘンジケマンなんですわ。ヘンジケマン。で、ここはどうやったらケマンヘンジなんですわ。で、これ順番テレコンになってるよと。A と B というのが B と A になってるよってことやから。で、それは一緒やんか。で、ね、ね、えー、こう言いますね。こう一緒のことやん A と B というのを B と A と言ってね。貴様と俺とは同期の桜。言ってね。 言うてもいいし俺とお前って言うてもいいしね後ろごとやんか A と B やんかいて、えー、そんなふうに考えられる時もあるでしょうしいやこれやっぱちゃんと順番あるのは順番あ A と B がテレコになったらこれ分けあるよっていうふうに考えるのかそれをまず、えー、61との関わりということになったらそこちょっとどうなんでしょうねというところが気になるところですねあれからこの4行目です年講習です年ね。 えこう今までもご紹介していますように大教では500歳の間500年の間、えー、こうお、うん、議場タイムにとどまるよっていうような話がやっぱデデこう原点になってるこのこれらのごあさんの元になってる大教には500歳の間、えー、こう散歩を見立てまつらないよっていうようなそんな話になってるよって言ってね出てきましたけど。 えー、これもですねまたゆっくりお話をしますがいろんなパターンがあるなあということで大体500年よって書いてあるのにんで年祭講師のこうやからさ五講師匠の,のこうやからどっからこのこういう字が出てくんねやっていうことも出てきますね、えー、これは何に由来するんだろう500年よって書いてあるのになんでこういう言葉が出てくるんやっていうねこれはやっぱ気になるところですね。 から、えー、ゴアさんのそれテキスト的な問題って気になるのと他にはっきり言って僕ねもうちょっと60になるれて何回も言うてますけどね <laughs> 正直言ってボーと暮らしてきたなと思うんですよ。でボーと暮らしてきたんで年、えー、ばっかり食ってしもて、えー、年祭講師を振ると得てこの4行目出て,てきた時に。 何ほどのことともせんとここまで生きてきてるよねっていうので、えー、無駄に暮らしてるよなあ言って思っていてでそうするとこの高木和尚の本をずっと、えー、こう中心にそれから浅井この正蔵松やった浅井和城中心のこのお二方の和尚の本を頼りに話を進めてるわけだけど。 高木和城はですね「今日のごあさん」についていの全部4文字4文字で表現してくださってるんですけど今日のごあさんは空飛年光というごあさんだよ言うてって言ってくれてはります空飛虚なしくついやすいことやからまさに私のこの60年弱を象徴するようなそ,れそういう空飛だよねそして、えー、年光いうことやから光言うたらとてつもない長い時間ですけども。 とてつもない時間長い,時間,をい,、えーいえー、時間を虚しく過ごしていくよとッチ疑惑によってとてつもない時間を虚しく過ごしていくよと。 でえー、私の今の越し方を考えていたときに何ほどのことも戦闘60年過ぎようとしてるなということを思うのでそういう自分の自我が身に振り返ってくるときに我が身に振り返ったときにこの「年祭講師を振ると得意」という言葉がなんかすごくあこう刺さりますしでその刺さってるこのごアさんを 高木和城はですね、えー、こう疑惑の過失というね9首を挙げて、えー、こう仏地を疑惑することの「と」が過失いけないところを挙げていかれるけど今日は、えー、その第4の5は3ということで、えー、1年2年の年功ととてつもない一年2年の年と。 ここをしゆい今に実行を経たまにのこうというとてつもない時間をむなしく過ごしていくよ費やすことになるよということをねそれが今日の5朝さんのテーマだよってあ今日の5朝さんを四字熟語で言うとこうなるよということやからズキッと心臓に刺さるようなあそういうことが4行目に出てくるなと思いますね。で えー、そんなふうな位置関係にあるアさんであります。で今日のアさんの対位は「仏地を疑惑する者はけどにあって虚しく年次を過ごすことを示す」というそういうアさんですよって言っています。「仏地を疑惑する者はけどにあって虚しくここでは年中って書いてあるけど年功を、えー、過ごすことを示すというそういうアさんであるということです。でそういったことを確認させてもろって。 だ、えー、からちょっと今日のゴアさんの,あのこう考えるポイントですねそういうところを指摘させてもらってでそこから、えー、この現代語訳を読ませてもらってで一種四行全体の意味を確認していきます仏地、えー、疑惑の罪によりけまん返事にとまるなり疑惑の罪の深きゆええー、年祭講習を振ると得く 阿弥陀仏の知恵を疑う罪により、方便の浄土にとどまってしまう。疑う罪が深いので、果てしなく長い時をむなしく過ごすと説かれている。仏知疑惑の罪により、阿弥陀仏の知恵を疑う罪により、けまん返事に止まるなり、方便の浄土にとどまってしまうで。疑惑の罪の深き上疑う罪が深いので、 講師を振ると説く果てしなく長い時を虚なしく過ごすとお経さんに説かれているっていうことですね。でもう一回通して読みますと「阿弥陀仏の知恵を疑う罪により方便の浄土にとどまってしまう」「疑う罪が深いので果てしなく長い時を虚なしく過ごす」と説かれていると、ねえー、こういう語はんですよっていうことです。 えー、続きましてまた高木和尚の本に戻りまして高木和尚の、えー、ご指南によって難しい言葉の、えー、意味を教えていただくことにします。えー、今日のご和んの第2、えー、行目ですね。けまん返事言うてね今日のご和んのポイントみたいなことでね言いましたけど。 ケマン返事ということについては、えー、これ「返事」「けまん」という言い方の中で私の言葉で解説をした時もあるんですけどもまあやっぱりまあ大したことないです <laughs> 私の言葉で、えー、なんか大したことないなあ思って何んんだらいかんなあ思ってで、えー、こう「えー、返事」「けまん」じゃあ「けまん」「返事」えー、こういったことについて先にどんなことを、えー、高木和城教えてくださってるかなあと言って、えー、言ってみますと。 浄土,浄土和さんの67にえー、っとですね「ヘンジケマン」という言葉があって、えー、それについての解説なんで、えー、浄土和さんの67を、まあ、まず読んでいきますと安楽浄土を願いつつ他力の心を得ぬ人は仏知不思議を疑いてヘンジケマンにと止まるなりと。 これ大共産ですわ大さんもう一回読むと安楽浄土を願いつつ他力の信を得ぬ人は仏知不思議を疑いて返事消満に止まるなりというこういう語さんがあってこの4行目に返事消満という言葉が出てきますそれに対して高木和城がこうおっしゃっています。えー、まず返事 とは大教に出たる言葉にて、これもす既に言ってますけれども、言葉にてこれは、これには500歳の間、大教の下巻の当該箇所やったら、500歳の間、参謀を検問せざることを、この世界、つまり、ケマんヘン方便けどの返事に生まれたるものの、徒歩、 都を知らざるに例えて「返事という心」がそういう意味だよっていうのともう一つ意味がある「二義に分かれる」っていう解釈二つあるよとまた「三田浄土の片ほとり」であるから「返事という心」の二義があると「返、え、事、ー」っていうのは三田浄土の片ほとりやから「 返事とということであるしそれから都を見てないよというかだから返事だよっていう言い方があるっていうことですね。えー、都ということ都市ということですね。えー、こうで都キャピタルと言うてもいいかな。要はあまあ日本で言ったら東京だ。<laughs> で東京の人としゃべっとったらお前らみたいなかもみたいなことやっぱ言われますよね。 であの大阪なんかにしても全然なこう相手にしてない、えー、まあ確かに都市の規模からしたら確かにそういうことになるわけだけども、ねえーね、そんなわけやからですね、えー、そんな田舎者みたいな感じになるんやけどでそれやからこう田舎者と都会の人間みたいなことで言うてはるのかよって言ったらまあそんなわけではないんですね。 <ペー>こう皆さん「発祥」「史上楽」言うてねえこういうようなこう昇進がらえたとありますが「発祥の楽」言うて「ね発祥の都」と言うてえ言われる表現もありますけど「楽」いう字をですねこれを「都」というふうに信頼聖にはご作をしてくださっています。 でえー、楽有事昨日のお話62のところでもお話をしましたが仏教後手一つの言葉でいろんな意味があってややこしいですよって言うてましたけどね、えー、こう楽言ったってさ世間的な楽この迷いの世界における楽ということがあるそれを楽という時もあるしそれから えこうお浄土のことを極楽と言ったり安楽と言うたりしますんでこれ悟りの世界を楽と表現する時もあるとあるいはまた行と呼んだ時には願うとかえ意向とかいうようなねそんな思いにえね願うような意味にえ取られるそう,いう用いる時にも楽という字をえこれ行という字でもってえこう用いる時がありますね。 でえー、そんなふうなことなんだけれどもこの楽発祥の楽と言うた時に発祥の上楽と言った時の楽これ都というんだけど親鸞聖にこれ都だよって言うて,てくださってるのはこれは極楽の安楽の世界の悟りの世界の中心地ということで都っていうふうに言ってはるわけであります。でそれと対比する形で えこう返事って言っててて言はるんやっていうことですね悟りの世界の真実報道そこをえ都といいそして悟りの世界の方便けどを片ほとりの世界やから「返事」って言うんだよっていうそういうことであり、ね、そういうことを言われてるということです。 でだからこれ一義と二義挙げて都の人と田舎の人は都を見ないという言い方とそれから極楽の片ほとりやからというのと二義あるというけどこれは結局両方あるということですよね。両方あるっていうことですよね。えー、迷いのせ、えー、方便けどというのは浄土の中のけどであるから。 えー、浄土といえば浄土やけどもそうやけどそれは真実の浄土に達していないわけですから迷いの中にあるんだけれども迷いの,ある人の中にあるものを自分の懐の中にとりあえず入れてあげようと言って、えー、こうて諸行往生の人も自力念仏の人もみんな、えー、こう自分の こう懐の中に入れてあげようということで迷ってるから真実浄土には入れないけれども自分の懐に入れてあげよう思ってけど往生させてくださってるわけだからね、えー、そうすると、えーそ,こはえー、そこに行ってもですね真実の浄土つまり都を見ることはできませんしそこはあこう一,一丁目一番地やない世界ね、えー、こう ずっと片ほとりにあるんだということやから「返事」というのは真理を見ない世界であるしそれは極楽の周辺の地方便のけどだよということとこれは両方あるでしょう。にともに含むということですしそれによって「返事」ということの意味がよりこの二つの観点から見たときにより明確になるものと思います。 で続きましてですね「い、えー、街」という言い方です、ね、ケマンというのは「がいいということで「ケマンの世界」だよということです。でこれはですね元は菩,菩薩書体経に出てきていますんでこれ67のところで菩薩書体経の門であったりですね、えー、これを「 善事が「軍議論」という書物で解釈されそしてそれをさらに往生要衆でもって往生要衆に、えー、原神創造が引いてはるっていうようなところはこれ、えー、浄土和三六十七のところなんかで、えー、この周辺のところで、えー、出典を示してテキストに出してますんでそこを見てもらったらテキストお経産や軍議論や往生要衆の語文が見えるようにしてますんで見てみてくださいね。えー、そううって、えー、こう ンガイについてはそんなわけで菩薩書体教に出て軍議論に出てそれを、えー、原神創頭が往生要所に引いてはるんだけれどもそれによれば「毛というのは「菩代」にして「法をも、えー、これはこれ「れは法を信ぜぬもの」と。 でえー、満という字は「京満にしておごり高ぶるということやからこれはお己を頼み気を信ぜぬものということやから気,法、えー、気の人心、法の人心という言い方があるけれども「け、えー」気というのは「けだい」ということでこれは法の人心にかけているもの法の人心がないものということで「で満というのは 凶満ということでおごり高ぶっているものということで己を頼み頼んでいるものなのでこれは気の人心がないものであるということですね、えー、すなわち心気心法の欠けたる疑心、えー、自力の人の生まれる世界であるねっ気満害というのは法の人心気の人心に欠けている 疑自力の人の生まれる世界であるだから総本作にご作に、えー、疑惑対象、えー、返事という、えー、これ500歳を経て、えー、報道に参るなり諸行往生の人は懸慢、えー、におつ、えー、これら、えー、億千万の時まれに一人報道へは進むなりとあるとで そしてですね、これ、ある説いうことやから、絶対そうやということではないんだけど、ある説には、この作について、返事は第二十眼、ま満は第十八眼のものの往生するところと、別れたるものと、決してある、そういう解釈も,もあるということですね。 でなお方便けどについては他にもいろいろあって「肖像松葉さん」まさに他にいろんな表現出てくるけど今やってる会議員さんのとこ見てねって言って書いてありますんでこれからまた見ていきますね。まあそれはするとしましてですね「えー、返事が二重眼消、えー、満が第十九眼であるのものの往生するところだよと言ってそういうふうに書いてある。 ということはですね、えー、そこで61を見直してみますと61はですね「仏智不思議」あ,あの正蔵、えー、松輪さん第61首会議さんの第2首を見ますと「仏智の不思議を疑いて自力の少年好むゆえ返事けまんにとどまりて」という「返事 とという順番になっているよとでそしたら「返事が20」が二重眼で「けまん」が十九丸ということで、えー、ここで、えー、頭に「返事」っていう、えー、言葉が出てくるということはこう納得あ,あそうなんかなと思いますしで60番ですねこれあの会議さん第1位ですね「不良仏地の印には如来の処置を疑惑して」 在福善本言うて本言て、本うだけではわかりにくいかもしれませんがこれ自力念仏のことなんですけど自力念仏を頼めば返事に止まるなりやからまさにこれ第二十願の行者ということになっていきますね。でじゃあ浄土和宗のの67ってこれどうなるのって言った時にはこれは必ずえー こう第二十眼ということやないと思いますんで一応これ、えー、両方含むもん二十十九二十両方含むもんやと思いますし一応高木和尚の本をもう一回見返してみてもやっぱりこれは両方含むものとして、えー、出ておりますけれどもまあせやけどせやな、えー、並びから言ったら「自力念仏」のところを言ってはってそこから「 67つまり60、えー、この浄土和さんのこの流れ見てもろたらわかりますけれども「自力念仏第二十眼」について述べておられてそして67において、えー、は、えー、1920両方含むもんやと思いますけど二十眼を二十眼の流れの中でそして67で両方やからこれが え返事が頭に持ってこられるんかなというふうに思います。19眼の行者について5話んがあって20眼の行者についての5話んがあってその締めとして両方を締める形で67があってでそして、えー、ずっと20眼について述べてきてはるんでそれで「事ケマンという順番になってるとするならばあーこのある説やから絶対そうやることやないけど「えー 返事は第二十眼けまンは十九眼というふうに見ていくこともできるんかなと思いますしそうやって見た時にはこの63のところなんかやったらこれはですね、えー、今度は、えー、自力念仏のことについて、えー、言うてきはったんで、えー、ここでは、えー 諸行往生の人を、えー、頭に持ってきて考えておいでになるようにも見えますね。えー、そういうふうにも見えるし、えー、こう65とか66を言っていたらこれは自力念仏の話になっていますしまあこの辺は、えー、必ず言うもんではないですけれども。 やっぱりこう,う「返事は第二十眼マンは十九眼」というこういう考え方があるんやとそしてその考えに基づいて「返事ケマンと「返事絢慢」いうの使い分けてはるという考え方はできるかもしれませんね。これからもまた、えー「ケマンという言葉「返事絢慢」いう言葉出てきますんでここはまた注意深く見てまいりましょう。 うんえー、そういうことです。今、今この段階で必ずこうであるということは、ちょっと私は今すぐにはよう申し上げませんが、そんな考え方があるんだなということを学ばしてもらう、現状では学ばせていただく、そういう考え方があることを学ばせていただくぐらいのことにしていきたいと思います。で、続きましてですね、えー、先ほど申しておりました、 えー、この年祭公衆っていうところですよね。えー、年祭公衆これ500年でも決まってるやんて500年やから年だけでええやんっていうふうに思うけどもここで公という字が出てくるのはなぜなんでしょうねいうことをここを高木和城はちゃんと深掘りして私たちも分かるように説明してくださってます。 けどにとどまる年次については大教には「命500歳」と「時」と説いてあるからもう500歳でよろしいやんけと思うんだけどもそうじゃなくて官行には下中盆に六甲を振る下下盆に十二大孔に三つと説いてあると。えー、漢業行やったら下中盆に六甲へて書いてあって下下盆には十二大行だよって言って書いてあるよって。 そして、えー、今ほど出てきました菩薩諸大経においてはですね「億千万のうち時に一人ありて阿弥陀仏国に生ず」とあり「けどから出て法度にいることの容易ならぬことが知られる」「しかも年数に相違ある」は疑惑の罪の先人によるものであって深く疑惑の罪を下釈,下釈することによって で初めてけどより免ぬがれいる免ぬかれいることができるのであるということです。で今日のゴアさんの天候はですねそんなわけで大経のあのこう命500歳のずっと今まで読んできている今までのゴアさんと同じ箇所とそして今の月珠本とか月月本とかの官行の底のところそして菩薩書大経の えとえー、こう今読ませてもらったところ「軍議論」とか「往、えー、生要潮」に惹かれてるところなんかは今日の五和んの出庫ですよということであります。で「えー、今日の五和んにつきましてですね続きまして、えー、浅井先生の本読ませていただきますが浅井先生はもっとなんていうかなまた違う観点から深掘りしてくださってて非常に、えー、こう考えさせられる相変わらず。 えー、深いことを教えてくださいますのでこれを読んでいきましょう。現代語訳です「えー、仏の知恵の本願を疑う罪によりけまんがいや、えー、浄土の返事にとどまるのです」えー「疑う罪の深さによりこの場所で長い長い間虚しく過ごすのだと」と釈尊はおときなさったのですと。ね これはやっけまんがいや浄土の返事という形で、えー、翻訳されていましてであと長い間のところもまたこれ深掘りしてくださっているので読んでまいります。講読のとこを読ませていただきます。この和算でも仏知を疑う罪によりけまん返事にとどまることを説きます。 しかも仏地を疑う罪が深いのでそのけどに長い年月の間過ごすと述べられます。<coughs> 年祭孔子を振ると説くと難しい表現ですが年祭は年月という意味で孔子を振るは孔の数をいくつも減るということですから何孔もの間という意味になります。孔とは 言語でカルパといいインドの古い言葉で時間の単位を表します。うについてはいろんな例えが用いられていますがその一つに四十里四方の大きな石があって3年に一度天女が舞い降りてきてその薄い羽,ご羽衣で石をなでます。とうとうその石がすり減ってしまった時間を一行と表します。 考えただけで気の遠くなるような時間ですがそれを幾高も重ねるのですから大変長い時間けどに過ごすことになりますどれぐらいけどにいるかという時間については経典によって表現が異なります無料儒教では500歳の間つぼみの中にいると説かれますまた漢無料儒教の下定文。 下凡上,上昇下では四十九日の間下凡中昇では六項の間下下凡では十二代項の間つぼみの中にあると説かれます自らを頼むこちらの自力の行号や疑いの内容の異なりによってそのけどのかも違います この点については、協業新章神仏土間の結びで、けどについて述べる中、家の仏土の強引、千者じゃなれば、千差さ万別の千差を千者じゃと読みます、えー。家の仏土の強引、千者じゃなれば、すなわち千差万別なんで、どもまた千者じゃなるべし、ね、家宝として生まれるども、国土もまた千んじゃなるべし。 えー、千差万別でですすよとということです、えー、仮の仏道に生まれるものの行いは1000人,人おれば1000人ともそれぞれ異なるのでどの種類も千に分かれますとあります。100人1 0用1 0 0人専用の弦が考えられます。しかも幾項もの間度にとどまるのは 仏知を疑う罪がいかに深いかを表すのですからこのように表されながら如来の眼力をよりどころとし仏知を頼みとする身となってほしいという商人の強い勧めなのです信じていたつもりになっていたりもう私は救われているのですと私が思い込んでいると思わぬ大きな悲しみ苦しみに出会い その悩みがあまりに深いと、私の思い込みがすべて崩れてしまうことがあります。真と疑いは、真と義は大きな問題を含んでいます。どのような苦しみに出会いながらも、私の思い込みをよりどころとするのではなく、名も阿弥陀仏の呼び声をよりどころとさせていただきます。 と、えー、ということですね、えー、こう強引が、えー、異なるから、えー、かもまた、えー、こう千差万別だよと、ね、一人一人の、えー、思いが違う一人一人の行,い行が違う、えー、思いが違い行いが違うから、えー、生まれるうけどの姿もまた一人一人違っていきますよと、えー。逆に こう一つの仏心からいただいた仏さんからのいただ,のいただき物である信心によって一つの南蛮大仏さり記念仏を唱えたら陰が同じですから必ず結果が同じであるそして陰というのはこれ仏心であり仏さんから用意していただいてる仏さんになる行いですから心が一つで行うことも一つやからそしたら価が一つになってまいります。 それが真実の浄土ということでそれが保祥の都ということで悟りそのものの世界悟りそのものの一丁目一番地がですねこれが真実報道であるとそういうことでその真実報道に入れなくても親の心によって自分の手元に入れてで自分の中の ぬくもりの中にあるんやってああいうことをどうか知ってくれよとそう,いうそういったことに目覚めていく世界真の世界を、えー、こう自分の懐の中で真の世界に恵まれていってくれよっていうのはこれがし方便のけどということであってしかしその方便のけどというのはまんがいと言われたり儀情待遇と言われたり。 さままざに異なる世界一人一人異なる世界なんですよ。それ異なる世界にある限りにおいて同じ部屋におってもみんな一人一人全く別のことを考えているようなそういう世界に居続けなきゃいけませんよ。でそして、えー、こう全員落下、悪意、苦かとか言って言いましたけども。 そんなふうにして生きている限り必ず救いということがなくてずっとずっと迷いの世界の中にあるんですよということでもありますね。迷いの世界を越えてくれよというふうに説かれたのが仏教であってその仏教の救いの中に浄土による救いというのがあるわけです。その浄土による救い 他力による救いということを共にいただいていくというのがこれがこう私たち新人の行者のありようということかなと思います、まあ、今日はこれで終わります。